スタートいきます。よいしょ、よいしょ、今日は、一望、ちょっと浅瀬のエリアに来ています。今日の狙いは、ヒラメですかね。島シーバスのヒラメ。まあ、孫地とかいねえのかな。というような感じで、ちょっと頑張ってみたいと思います。今日は11月1日か。日曜日、開始時期は分かんないけど、多分10度以下。水温が今、15.4 度、相当下がったね。水深がこの辺はだいたいせいぜい5メートル、7メートルぐらいですかね。すげえベイトの数だね。そこの方にでかいのがいそうな感じで、なんだろうね、このピチャピチャが。うわさあ、ご無沙汰ですなんすかね、これなんですかね、これピチャピチャ言ってんの。 この城、あ、この城、はい、やっぱりそうか。なんかガツガツ引っかかりますよね、はい上げてますね。ああ、本当、はい、釣れました。シーバスが釣れへえー、すげえな。全然釣れねえっすよ。うん、全然釣れない。うん、なんか、うん、そっちの人も釣ってたな、なんか。スベイト縛りでやるか、バイブレーションですか。バイブレーションで。ああ、本当はこの城だ。最近3番線行ってないですか。釣れますよ。うん、この間20ぐらい釣れた3時間ぐらいで。今ちょっとあの、水がからから出るのですか。あ、そうっす、そうっす。この間久々に出してみた。も結構釣れましたよ、橋の下。あ、そうそうそう、なんだろう。ほんと3番水1時間ぐらい、もう一頭起きた。素晴らしい。面白いじゃないですかあ、全然来ねえな、私は。なんだろうな。この日、この城でも食ったらうまいんじゃないですか。なんか、フェスタの時間とか、はい、うまいのとまずいのがありますし。なあ、そうなんですか、種類があるんだ。なんか、まずいやつは本当にやばいらしい。釣れんな。潮目どうすかね。ベイトがいすぎんだろ、これマジで。
わかんない。ほんとわかんない。ああ、この城です。おお、なんか来たよ。なんだろう、ヒラメだといいな。おお、マゴチだ、マゴチ。結構でかいマゴチっすよ。久々マゴチだな。おお、バイト。タチウオ釣れましたよ。50ぐらいのやつ。ああ、バイトは来んだけどな。乗らねえ。風出てきたな。お、来た。来たよ。なんか食ったよ。なんだろう、シーバスじゃねえな、これタチウオっぽい。タチウオだ、タチウオ、タチウオですよ、タチウオ。うん、おお、なんだこれ。え、赤いの？え？バイブです。赤いのってなんすか？赤い層？あ、魚タン？魚タンベイトじゃないです。小さい魚だと思いますよ。今の時期すごいいるんで。女性は大変ですね、本当ね。